はい、おはようございます。では、僕の仕事場をですねルームツアーしたいなと思います。今日はですね雨やったので全身カッパ男で登場してます。これはしっかり防風のジャケットでしょ。ほんでリュックも防水のやつやし、ほんでパンツも防水やし、靴も防水やし、カサカサとこのまま来ました。不審者スタイルでね。では、お送りしたいなと思います。ちなみにちょっと話変わるんですけど、これ今ねマイクまた新しいやつに変えてるから音どうか分かりませんけど、これ見るからに古いドアでしょ。家賃3万やったらこんなもんなんですわ。ほんで入ってすぐ靴を置いてるんですけど、玄関のとここんだけしか靴のスペースないから、これでこれさっき今日持ってきたやつで、ここに鍵とか置いてるんですね。鍵とで印鑑、荷物つけた時に印鑑と、でこれはビジネス契約してるか、ビジネス契約してるヤマトのね配達のやつと、で芳香剤で、これハワイで買ったあれなんか忘れた。で電気つけますわ。では電気つけます。はい、では、撮影所を見ていきますか。まあこんな感じでね、ざっと見たらこんな感じですわ。どっから行こう、こっから行こうか。まずね、これが段ボール置き場なんで、これはゴミですね。段ボール置き場唯一の鏡ね。で、これゴミ置いてる。これメインの照明ね。ほんまやったらこれをこっちに持っていくんですよ。で、普段こうやって多分見てもらってるスタイルやと思うんですけど、こんな感じで。ウォーターサーバー、これお気に入りのね、ウォーターサーバーなんですよね。だから2週間に1回かな、3週間に1回送られてきて、ちゃんと水も飲めるし、こういうものでお湯飲むときはこういうね、コーヒーをパックに入れてお湯やったらティファールで沸かさんでもすぐ飲めるんですよね。で、まあここはねスタジオというか撮影セットやから、まあ、別に特に紹介することない、普段見てもらってるような感じやけど、まあ、ちなみにこれは最近入ったもみじです。だから秋になったら紅葉になるんちゃうかな、はい、で、まあ、こんな感じでしょ。なんか説明することあるかな、特にないか。まあこんな感じですわ。ラックつけてね。で、提灯もこれ自分で作ってオーダーして、で、ソファーがね、これソファーにしました。せっかく撮影するとこやからええやつ使いたいなと思って、本側のねソファーにしました。これもう下の動画説明欄に貼ってると思いますけど、もうこれはええソファーですわ。頑張りましたわ。で、僕が撮影してる様子ってこんな感じなんですよね。で、これが物撮りコーナー。よく物撮りでこうやってインサート出るんですよ。物だけが出て、例えばこんな感じでこうやって、でそれここでやってるんですよ。だから荷物だけピュって、商品だけこうやって取って、でこのままこっち持ってきて撮影ビューするみたいなね、こんな感じになってます。んで、まあ、この辺は重要書類か。これふるさと納税やな。どこのふるさと納税や、三条ってどこ分からへんな。新潟や、新潟のふるさと納税ですわ。で、この辺に事務系のガムテープとかね、そういうなんかいろいろ入ってますが、カッターとか、あ、電気も入ってあるわ。こんなね、いろいろ入ってます。で、この辺契約書類とか、あとはこれ何、説明書か入ってて、この上っ側にね、いろいろ入ってますわ。アイロボット、ルンバとか、ブラーバー。で、これはなんかプリンターかな。こんなん入ってます。ブラーバとかルンバ、この下にね、あるんで。この興味ある人、ルンバな。で、これドライバーとか。で、これ縫製セットっていうか、ボタンとか取れたりしたら嫁につけたんです。で、これがダイソンの掃除機のやつね。で、これインターホン。つけたりしてるという感じで、下が、レビュー用の服とか、靴とか買ったら、ここにとりあえず一旦置くんですね。で、それ以外にも段ボールとか、新品のやつがバーッと置いてるという感じですね。で、さっき言ったこれが、何やったっけ、ブラーバとルンバやね。これ家にもあるんですよ。その住んでる方の家にもあるし、オフィス用にも購入しました。この二つはもうマジでいるんでね、ほんまにもうちょっと借金してでも買いたいと思って、まあ借金はしてないですけど購入しました。んで、これが、唯一の、何やったっけ、ゴン箱ね。これ自動で開くんですよ。手開く。汚ねえ。汚いな。はい、閉じろ。閉じた。で、ここでセカンド撮ってるんですよね。まあ、こんな感じで、ちょっと洒落た雰囲気出してますけどね。洒落てるかどうかわからんけど。まあ、これがセカンドで、このね、照明を、で、これで、カチッてやったら、こういう感じでね、撮影スタイルになってますよ。
で普段皆さんに見てもらってる感じはこういう感じかな。でセカンドは撮ってます。はい。でじゃあデスク周り行きましょうか。デスク周りまず最初はこの椅子から行きましょうか。椅子はこれエルゴヒューマンっていう、まあ、これも高級チェアみたいな感じでね、もう角度とかも変えれるし高さも変えれるし、この肘の角度とか肘の高さも全然変えたりもできるし、で内側に寄らしたりとか、この座面も前行ったり後ろ行ったり、もういろんな調整が効くので、まあ、自分に合いやすいような感じになってる。なんで一人でゴム箱履いてね、まあそんな感じですわ。でここでこだわったのが、机は机だけでオーダーして、で引き出し作って、あがへんやないかい、あがへんやないかい、これどないどういうことや、どっか噛んだのか。あ、これね引き出しです。でここになんかちょっとしたもん入れて、これはもう元々ないんですけど、あとからつけて、でこれはあの角度調整できるやつなんで、一番はスタンディングにするんですよね。勝手に自動で高く上がっていってくれて、で立った姿勢であのデスクワークできるみたいなね。こんな感じでちょっとずつ上がっていきますわ。なんか立った状態で、僕今これ立ってるんですけど、立った状態で、まあデスクができると。ほんでやっぱ座りたいなぁ思ったら2やるんですよね。まあこれ高さ変えてますからね。はい。で、これはスマホ充電するから、来たらいつもスマホここに置くんですね。置いたらもう充電が開始される。でもパソコンとかは常に繋がってるから、まあこんな感じになってて、ほんでこれがさっき言ったインターホン鳴らしたら、僕あのヘッドホンね、この Bluetooth のやつじゃなくて、あのノイズキャンセリングなんで全く音聞こえないんですよ。音聞こえへんから、ここにインターホンないと誰が来たかわからなくて音だけじゃ気づけないんですよね。でこれモニターはモニターアームつけてるんで、こんな感じでね、こう前行ったり後ろ行ったりゴーンやって横にやったり、こういろいろ自由自在に変形できます。立ってる時は一番後ろまでやるけど、座ってる時はもうちょっと前までやったりとかして、作業しております。で、まあ、上にカメラつけてね、ズームとかする時はこれで、これね、嫁からもらったね、嫁が歯科衛生士なんで、カレンダーもらったんですけど、これ教習とか書いてあるんですけど、教習ね行くとか、あとまず税理士さんと打ち合わせあるという生々しい話があって、まあ、次にこれがペン立てとか、でこれが iPad だってですね、 iPad 今日持ってきてないけど、でこれも Alexa と連携してるんで、さっきねつきましたけど、こっちで全部完備してます。これをやったら消えるし、こっちだとつくしみたいなね、まあ、こんな感じでやってました。でこの壁の後ろのやつもどれやったっけ、オフィスライトやな、こんな感じでオフィスライトをつけたり消したり、つけたり消したりみたいなことをやってます。で、この辺はまだ決まってないんで、もう適当に言われますけど、まあ、芳香剤とか、これは信楽焼のね、茶碗なんですわ。で、これが水やりね。で、これ黒板ね、授業で作った。で、これはブラワのなんか脳みそね。で、これヘルメットね。もう僕今使ってないヘルメット。2個目ヘルメット買ったんで、これは荒井のヘルメットなんですけど、これ嫁のやつなんですよね。まだバイクの免許を持ってへんし、バイクも持ってへんけど、ヘルメットは2つあると。この辺ちょっとごちゃごちゃしますけど。で、これ防湿庫ね。カメラとか入ってますわ。GoPro とか、マイクとか、あとこれ一眼。これは服撮るとき用のやつ。で、これ今撮ってるのはソニーの ZV-1 っていうやつなんで、まあ、高級デジカメみたいなやつなんですけど、コンデジみたいな。で、この辺は服の厚さ測るやつ。で、次これは重さ測るやつ。これは普通の料理とかで使うやつやけど。で、これ気温計。服の中とか測る気温計。で、ここに、バッテリーとかね、交換して、使い終わったりしたら、こっちにキュッと差しといたら、あらま、充電できると。で、終わったら抜くというスタイルでやっております。まあ、この辺にカバンとかあってね、まあ、これはレンタルで出してるやつなんですけどね、ノースフェイスとか、アークテリクスとか、ミステリーランチとかのやつ。で、これ Wi-Fi ね。で、これが、モンちゃんね、モンステラ。で、空気清浄機に、さっき見てもらった、これは、ダイソンの羽のないやつね。そう、こうやってつくんですけどね、暖房つけとこうか。で、まあこの辺が服ですわ。ずらっとね、ダウンジャケットがずらーっとあったりとか、フリースがずらーっとあったり、マウンテンパーカーがずらーっとあったりして、もうこの奥ね、風呂場なんですけど、一回も使ったことない。この手洗い場だけで、手洗うだけで、まあ、こんな感じになってますわ。まだほんまね、この辺とかにいろいろ置きたいんですけど、なんせ引っ越してきたばっかりやから、こんな感じになってますわ。
まあ、これが我がオフィスということになっておりまして、まあ、本当に何もないですよね。撮影する場所、ほんで仕事する場所以上で、まあ、服が置いてると。これが以前からやってほしいって言われてたルームツアーになっておりますので、まあ、気になる方はね、下動画説明欄に同じやつ貼ってるので見てもらったらいいかなと思うんですけど、僕はこんな感じで普段仕事しております。では今からね、仕事していきたいなと思うので、この辺でお別れしましょう。ではさようなら。